昨日ロケット弾の下っ端で戦っていて思いついたんですけど、バンギラスの撃ち落とすで全部勝てるんじゃないかな。昨日3回連続勝ちました。というわけで今日はその検証をしてみたいと思います。まずはノーマルタイプですね。これはまず勝てますね。というわけでまず一戦、この先にもいるような行ってみます。この場合サガキなんですけど、おとりの方がいいな。おとりでやってくれ。おっ、おとりで終わったっす。対戦では行きます。勝利です。続いてまたサガキです。このタイミングで卵孵化、いつだって間が悪い。そしてピンプク、では行ってみます。サガキをこい、サガキじゃないな、おとりをこい。よし、おとりです。微妙に違う。OK です。楽勝でしたね。おとりでやってくれよ。よーし、おとりやってくれ。OK です。またこれか。次はここです。変わったタイプのね、パーティーだといいんだけど。お、電気です。電気も余裕かな。OK です。ではやってみます。お、次は飛行タイプです。飛行タイプもこれ相性抜群なら勝っちゃうな。打ち落とすが効果抜群です。なので余裕で勝っちゃいます。キャラです。ちょっと手強いですね。いけるかな、いけるかな。よし、打ってた。すぐに交換します。すぐに交代します。あ、勝っちゃいました。これ女性だったらよかったんだけどな。 OK です。おっと、これはどうだ。
ずまず。このまま仕切れるか。OK、押し切れました。このマヌアルさや。トゲピー。でもって、お、女性だ。毒タイプです。これはどうだろうな。あ、余裕ですね。OK です。来ました。女性です。強いです。来い。覚悟しろ的なものね。またどこだ。OK です。ノーマルタイプです。やだ、無理だ。ノーマルタイプは余裕なんですよね。いや、そうでもない、そうでもなかった。膠着作戦。いや、強いぞこれ。こいつだ。バンギ破れたで。バンギ破れるのか。アップリボン来ちゃった。さっきこっちに打ち込みやがったな。あ、大丈夫でした。まだポリゴン連勝記録続きます。ヒヤッとしました。この先にもう一つロケット弾がいます。お、女性です。強いやつだといいな。電気でした。お、女性です。強いな、来てくれ。結構やりますね。
自衛隊のヘリチヌークですね。交換とどめのストーンエッジ、ロケット弾の下っ端パンギでほぼいいんじゃないか説、2日目です。お、エスパータイプですね。エスパー余裕です。余裕なのはちょっと困るんだよね。余裕ですね。勝者のみが勝利できるのだ。これ女性バージョンの方が良かったんですけどね。これではいい戦いになりそうです。うん、余裕かな。これは強敵です。強敵強敵、危ない。これは強敵ですよ。うわ、余裕だった。これ不思議まだもっと強いイメージだったんだけどな。やりました。お、女性です。強いの来い。どこです。女性のロケット弾です。これは強いやつかもしれない。おお、ドラゴンの雄たけび。まあ初めてなんでやってみます。初めてなんでいい感じです。 OK です。次カイリュウですね。あ、違った、白龍だった。余裕でした。女性です。強いの来い。潮風とか水とか浴びたい頃なんじゃない。でもね、バンギの弱点水ですからね。これに勝てるかどうか、これはなかなか楽しみです。
次に無理な戦い来たかな。とりあえず一発ゲージ技打てますね。これで次のやつに打ち当てます。コルザック、OK です。うわー、ニューロゴン来た。うわ、厳しそうだぞ。格闘の水だもんね。エクセント出していく。うわ、効果今一つ。頑張るしかない。交代技膠着。頑張れ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 。うわー、厳しいな。いけ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 、惜しい、打てた。なんとか勝ったか。なんとか勝ちました。ふう、女性ロケットだ。次の頼むぜ。うわあ、ポケモンが吐くもの、炎タイプか。なかなかいいかもしれない。余裕ですね。3立て。男性ロケットマンです。ノーマルタイプか。弱いんだよな。余裕でした。女性ロケットです。これ濃い、強いの濃い。うん、どこだ。僕は弱い。勝利です。女性ロケットマンです。また炎ですね。OK です。うん、どうだ。男性ロケット団です。スタマ余裕ですね。
タオテングどうだろう。余裕でした。毒か、毒弱いんだよな。勝利です。スタップロケット弾にはほぼ撃ち落とす番機で対応できるってことが分かったと思います。ちょっとね、もうちょっといろんなパターンやらないといけないんですけどね。なので完全とは言いません、ほぼです。というわけでね、コミュニティで撃ち落とす番機を3体ぐらい作りましょう。攻撃マックスなら進化していいと思います。というかこの機械に進化しないと1年後なのでやりましょう。そしてマックス強化です。マックス強化のためには砂を貯めます。地道な生活が重要です。それではまたお会いしましょう。どうもご視聴ありがとうございました。